当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。さあ春がやってまいりました。ということでね、春だ、車だ、カスタムだってやっていきますが、そう、その前になんと俺のソアラちゃん車検なんですよ。もうせっかく車を出してきたと思ったらもう車検です。まあ今回はね、まあ持ち込みまたかけるんですけど、ユーザー車検に行くんですけど、ちょっとまあアームを変えたんですよ。アームをイケアフォーミュラーさんのアーム、アッパーアーム、前後だね、フロント、そしてリア、アッパーアームをイケアフォーミュラーさんに変えたので、構造変更というのかな、記載変更になるのかな、それをかけなきゃダメなので、なのでまあ持ち込みしてね、まあいつもやってもらってるとこう多分嫌がると思うので、一旦その構造変更か、記載変更、それをかけて、なのでまあ持ち込みかけようと思ってね、そのために準備をしていきましょう。まあ車高が多分ダメですから、車高は上げていかないとダメだね。なので SS キット前後ともについてます。 SS キットをまず外していきましょう。まあ SS キット、まあリアから入ります。リアのまあ SS キット外すときなんですけど、俺はまあいつもニュートラルにしてます。ニュートラルにして、そう、その前にブーツ等を確認しましょう。ブーツの破れがあると車検で弾かれますから、ブーツの破れ等をチェックしていきます。ドライブシャフトをくるくる回してブーツを確認していきましょう。でデフ側だね、デフ側の方もブーツを確認していきます。まあ破れはないですね。まあほとんど乗らないからね、年間に1000キロぐらい。そう、破れはないのでね。では SS キットを外していきましょう。あのギンギンのところはね、ギンギンの下駄になってるところ、あれが SS キットです。そう、これをかませてあるだけ。まあ SS キットっていうのはニュージーランドボディさんの商品名ですから、要はあのロールセンターアダプターですね。ロールセンターアダプター、それによってロールセンターを補正する、そのロールセンターアダプターをつけることによって得られる副産物として車高が少し下がるんです。そう、もう簡単なんです。パパッと外せます。ほら、もう外せた。あのボルト2本だね、だから計反対側にもついてるのね。そう、これを外すだけです。そしてずらされていたこの付け根だね、これを元に戻すだけ。これでもう車高が元に戻ります。そう、これだけなんですよ。でこの時、このなんていうのかな、入りづらいので、この時必ずギアはニュートラルの方がいいです。ニュートラルにしないとちょっとドラシャが動きがないので、ニュートラルにしないと入りづらいです。そう、戻す時は純正ボルトなんですけど、純正ボルトがないんだよね。あれどこに行ったかやと思って探してます。ありました。そう、キャンバーボルトだったんだね。要はそのキャンバーボルトっていうのは、これをつけることによって少しこのキャンバー角をつけることができるっていうボルトです。これがついてたんだね。なのでそれを入れてあげて、まあこれが純正でついてたんだね。これをまあ入れてあげればもうおしまい。本当に元に戻す、そしてつける、本当にね SS キットって簡単です。手軽にできるんですね。そう、キャンバー角はゼロにしておきましょう。要はアッパームを変えてるので、アッパームで結構キャンバーがつくので、なのでここはゼロ角にします。フロントはもっと簡単。これギンギンに見えてるこいつを抜くだけなんです。だからまあ今見えているボルトを外します。あのボルト下2本見えてるね、これをまずボルト外してあげるんです。
そしてまああの銀銀を抜くだけ、まあ言ってるのは簡単なんですが本当に簡単です。フロントは本当に簡単、ドラシャも関係ないのでね、まあ FR なのでドラシャは噛まなくなるのでね。でまあ四駆でもつけれるのがあるんですけど、四駆だとまあドラシャが絡んでくるんで、その時は少し注意が必要です。ドラシャがねこの脱臼したりっていうんですけど、抜けたりする場合もあるのでね、そこは注意なんですけどね。さあ2本外れました。そしたら持ち上げる、グッと持ち上げてください。ナックルごとね持ち上げるとこれを取れるんです。これをスッて抜くだけ、そしてまた元に戻す。これで完成。これでもう車高が戻りました。あの下駄の分車高が下がっていたんです。なのであの下駄の分また車高が戻るっていう感じです。そしたらねまたボルトを戻していきましょう。ボルトはねこのSS キット用のボルトではなく抜いた純正のボルトを使いましょう。その分長さが足りなくなっていますので、足りなくなっているというか長いボルトを使ってますので、純正を必ず戻すときは使うようにしましょう。あとはね締めてあげれば完成。本当にお手軽なんです。お手軽、本当にお手軽です。まあ少し車高が戻りました。まあ9センチは確保しているのでこれでは大丈夫でしょう。あとはまあ大丈夫だと思うんだけどね。フロントガラスのあれゴーストは剥がしました。あとは大丈夫だと思うんだけどね。春になって車を出してきたんですが、すぐ車検っていうね、本当に嫌な流れですわ。せっかく春で気持ちいいのにさ、もうすぐ車検と思ってさ、まあ実際この俺のソアラ40ソアラは本当いつもディーラーに出してたんですけど、その構造変更をかけないとダメなんですよ。アームを変えたのでイケアフォーミュラー3のアームに変えました。処理すぐ来た、早いね。すぐ来たよ、ほらその書類すぐ送ってもらえてさ、すごいね、パパッと来たよ。こういうさレスポンス良くてさ、しかもこれ無料だよ。買った人は無料、まあ買った人だけどね、すげえなと。イケアフォーミュラさんのやっぱりアーム類はやっぱり信頼度も高いしね。だからもう FD とかうちの FD とかさ、ヨスカーラインもそれにしようかなと思ってます。イケアフォーミュラさんにしようかなと思います。でもねアリストはね、T デメ入ってるんだよね。 T デメンド入ってるんだけどね、あそこ少しお金かかるんだよ。お金かかるんだよ。まあいいわ、そんなことより車検、そうそう、ユーザー車検持っていくんですけど、で今回まあ SS キットを外しました。まあ、SS キットは UG&ボディさんの、まあ、商品名称ですね。商品名称ですけど、まあ車高が下がるんですよ。車高が下がるっていうあれじゃないんですよ。正式な名前はあれかな、ロールセンターアダプターとかロールセンターアジャスターとかっていう風な正式名称です。まあ、要はその下げすぎた車高を補正する、ロールセンターを補正する、ちょっと説明するか、下げすぎた車高のこれデフあるよ、デフタイヤやりすぎか、タイヤ、まあアームがこう車高を下げるとこういう風になると仮定してください。ちょっと下げすぎだ、ちょっとこの辺ちょっと、そうするとアームがこういう風になるんですわ。これあんま良くないんだよね。要はそのストロークがあまりない、そのバネのストロークを稼げないっていう動きがなくなるから、これ万歳状態ってよくね言うんですけど、これを補正してあげるのがロールセンターアダプターです。要はあの下駄をかませることによって、ここにこう下駄をかませることによって
その下げすぎた車高で下げすぎたことによるそのアームの万歳状態っていうのをちょっと補正してあげるんだよね。こういうふうにこういうふうに少し補正してあげることができるんです、うん、どっちかな、アッパーはあんま変わんねえのかな。バネがついてる方がバネがついてるところアッパーはあんま変わんねえんだな。だからだからこうか、このバネがついてるところだね。ショックがついてるところのこのアームをちょっと補正してあげることができるんですよ、このロールセンターアダプターというのは。こういう風になるのかな。ショックがついてる、ショックとかサスペンションがついてる付け根のアームをちょっと補正してあげることができるんです。で、まあ SS キットをつけると車高が下がるっていうんですけど、やはり車種によります、うん、特にトヨタ車に限るのかな。要はその SS キットロールセンターアダプターを つけることによって得られる副産物なんですよね、その SS キットで車高が下がるっていうのは。だから日産車とかあまりこういうのはないんだよね。あるのもあるのかな。その足回りの形状によって、得られる副産物なんですよ。だから SS キットだけで車高を下げるっていうのはちょっとなんていうかな、本末転倒なことなんだけどよくそういう人もいるけどね。ヨッピーもね、マジでさ、そうやってやってるけどね。要は SS キットを使って車高を下げると、そのままの乗り心地で車高が下がるっていうのもその得られるメリットなんだよね。なのでこれを外しましたってことでよって車高が少し上がる、そのためにまあ車検が通るんではないかと思ってます、うん、でまあいつもやってもらってるディーラーさんでね、いつも担当してくれてる人がいるんですけど、天気になっちゃってさなので次回はね、ユーザー車検を受けに行って、そして構造変更、記載変更になるかな、記載変更してどうなるのか、生きるのか、いやードキドキするわ。ユーザー車検やだよね安いんだけどさ、すげえ緊張するんだよあれ、いっつも緊張するんだよあれ、うん、どうなるのかね、次回楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。See you.